24日午前4時ごろ、福岡市中央区事業浜2のシーサイド桃地海浜公園で、防波堤から海に飛び込んだ同市城南区の男性、22、が地上に上がれなくなった。一緒にいた友人3人が海に飛び込むなどして救助しようとしたが引き上げられず、通報で駆けつけた消防隊員らが約20分後に救助した。男性は病院に運ばれたが意識不明の重体。罰ゲームだったと言い、福岡県警中央署が友人らから事情を聞いている。発表によると、男性らはゲームセンターで遊んだ後に5人で防波堤に移動。男性は大学生とみられ、全裸で飛び込んだという。友人の一人は、ゲームに負けた罰だった。と説明している。福岡管区気象台などによると、当時の同市の気温は9度で、現場付近は波が高かったという。